第32普通科連隊は埼玉県大宮駐屯地に所在し、主として埼玉県の防衛警備を担任します。右の方向に敵が現出しました。情報収集部隊は目標の発見、射撃効果の確認などを行います。情報収集部隊の車両から発信したのはアナフィーというドローンです。情報収集部隊がドローンにより敵を捜索します。続いて侵入してきましたのは120mm 迫撃砲を装備する重迫撃砲部隊です。陣地侵入後、砲を車両から切り離し、迅速に射撃態勢を取ります。 120mm 迫撃砲は長距離長射程かつ広範囲を制圧する火器です。32連隊と共同で侵入してきましたのは、第一校舎特化大会の旧3式短距離地対空誘導弾、通称キンサムです。静岡県駒門駐屯地に所在し、地対空ミサイルにより師団の対空戦闘を実施する部隊です。キンサムは作戦地域内に低空で侵入する航空機およびヘリコプターを捕捉し撃墜する能力を保有しています。現在陣地侵入を実施し、射撃準備を実施しております。 120mm 迫撃砲が射撃準備を完了しました。最大発射速度で実施する射撃の動作をご覧ください。任務を終えた各部隊が引き続き前進します。